遅かった。寄り道とかしてたんだ。観念する気になった？なってないみたいだな。全能なる主に導かれし聖なる宿り木の魂よ。もう効かねえよ。アモンの力によって外的な呪いの促進は止められたか。あんなクソ呪い、兵みてえなもんだぞ。お前さんのバリアーもすでに破れた。勝ち目はないぞ。面白い雑魚どもが本気で私に勝てると思っているのか。だからこうやって来てんじゃねえか、バカ。バカはお前だ。アモンほどの悪魔を従えたのに、その使い方を間違えて。ヨイスに会ったか？ああ。ネズミのように穴蔵の中でひもじく暮らしていただろう。あんたより幸せそうだったぜ。幸せ。つまらぬ理想を掲げ力を持たぬ者たちが傷を舐め合い這いつくばって生きることが幸せか？何ですって？私は勝者だ。奴にはできぬことを行い全てを手に入れた。これからの世界は未来永劫の時をかけ私色に塗り替えられていくのだ。人間どもは恐怖と共に暮らし、最後の一人が死に絶えるまで何百年何千年と暗黒の時代を過ごしていくことだろう。遺言だろ。まあよい、邪魔者にはそろそろ消えてもらうとし。さあ死ぬがよい。
はい。
な。信じられん。人の強い意志、そんなものに負けたと。アルバートはあんたの100倍強かったぜ。アルバートか。本来ヤドリギはあやつを倒すための切り札であった。ヤドリギが持つ本当の恐ろしさを知っているか。主が与えたモーターヤドリギは命を奪うものにあらず、人の思想、意識、記憶を奪い、心を殺す道具なのだ。心を殺す。ニコルの言った通り、お前の最大の武器はその意志なのだろうが、だが時が経つにつれお前の心は全てを失い消え去るのだ。生きたまま自分が自分ではない人間になっていく。人格や尊厳をかすめ取られ、ただ生き続けるだけの存在となる。死よりも忌まわしき呪いだとは思わぬか。呪いを解く方法はない。嘘。本当だ。だからアルバートに対しての切り札だった。俺は変わらない。無理だ。そう思う意志が失われていくのだからな。最後に一つだけ教えてやろう。なんだよ。ニコルがバチカンに向かった。バチカン？アポイナの塔だ。あやつは塔に封じられた憎しみを解き放とうとしている。なんじゃと。行け。行ってニコルと戦え。そしてお前たちの戦いの無意味さを知るがよい。破れたか。さあウルヨ、ここへ来い。私は待っているぞ。